さて今回はですねもともとは苦虫薬として知られるイベルメクチンがひょっとするとがん治療に新しい光を当てるかもしれないそんな最新の研究についてその科学的な根拠を一緒に見ていきたいと思います。この問いいいいなんだか面白いですよね古い薬が新しい技を覚えるそれってまるで長年使ってきた道具に思いもよらない新しい使い方が見つかるみたいな話ですけど医薬品の世界で本当にそんなことが起こりうるんでしょうか 実はそれにぴったりの考え方があるんですそれがこのドラックリパーバシングまあ簡単に言うとお薬の再開発とか薬の才能を新たに見つけ出すみたいなことですね今回のイベルメクチンの話はまさにここから始まるわけですでは早速本題に入っていきましょうまず僕らが手がかりにする最初の情報源これはこの分野の研究者たちの間でおっと話題になったある非常に重要な論文「系統的レビュー」ですでこのレビューなんですけど ただの論文じゃないんですよなんと26もの研究を全部まとめて分析したこののの分野ででは最大記号のものなんですこれって例えるならたくさんの小さなパズルのピースを一個一個集めてきて初めて大きな絵が見えてきたみたいな作業ですよね。だからこそここから全体像をつかむためのすごくしっかりした土台が得られるわけですでもどんなにすごい薬でも新しい治療法を考える時って何よりもまず大事なことありますよねそう安全性です 効果があるかどうかの前にそもそも使って安全なのかっていうこのレビューが真っ先に取り組んだのもまさにこの点でしたそしてこのスライドが示している結果これがすごく明確なんですレビューの対象になった36人のがん患者さんで重い副作用は一件も報告されなかったしかも驚くべきことにすでに行われている化学療法と一緒に使っても特に問題はなかったといやーこれってものすごく大事な発見なんです どんなに効果が期待できても安全じゃなきゃ薬にはなれませんからねまず最初の大きな関門をクリアしたということですただここで一つすごく大事な注意点がありますこのレビューの目的はもともと抗がん効果があるかどうかを証明するためじゃなかったんですでもその過程で研究者たちの目を引くようなちょっと興味深い観察結果がいくつか報告されたんですね ただこれはあくまで科学的な証拠というよりはこんなことがありましたよっていう個別のケース報告まあ話レベルの話として捉える必要があります例えば6歳の破血病の子供が長い間症状が落ち着いた状態を維持したとかリンパ腫の患者さんの状態が安定して退院できたなんていう報告があったんですでも本当に大事なのはこれがイベルメクチンの直接の効果だって言い切れるわけじゃないってことなんですそこははっきりと分けて考えないといけません はいここまでは人間に対ししてどうううやら安全そうだという話でしたじゃあ次の疑問はこれですよねじゃあ一体どういう仕組みでがんと戦う可能性があるんでしょうかそのメカニズムを探るために今度は視点をガラッと変えて実験室レベルの研究を見てみましょう細胞とか動物を使った実験ではイベルメクチンががん細胞を攻撃する方法として大きく3つのパターンがあるんじゃないかと言われています。言うならばがん細胞に対する3方向からの総攻撃みたいなものですね。 まず1つ目がん細胞のもっと増えろっていう命令系統を断ち切る2つ目がん細胞に自爆スイッチを押させるそして3つ目がん細胞のエネルギー向上を働かなくさせていわば閉量攻めにするこれらが同時に起こるかもしれないと考えられているわけですそしてここでもう一つとんでもなく画期的な研究をご紹介しますターゲットは抗が種抗が種これ今の医学でも治療がものすごく難しいとされる脳腫瘍の一つです なんでこの業務所の治療が難しいかっていうとその最大の理由がこの血液脳関門っていう脳を守るための超強力なバリアの存在なんですこれが悪いものだけじゃなくて薬までブロックしちゃうそこで研究者たちは考えました薬をものすごく小さなナノカプセルに詰めて鼻から投与するそうするとこのバリアをまるで秘密の抜け道を通るみたいにすり抜けて直接脳に届けられるんじゃないかっていうものすごく画期的な方法を考え出したんですでその結果がどうだったかというと こちらを見てくださいこのグラフ一目瞭然ですよね何もしなかったグループの腫瘍が平均で254立方ミリメートルだったのに対してナノカプセルに入れたイベルメクチンを投与したグループはなんとわずか79立方ミリメートルにまで小さくなったんですこの数字がその凄さを物語っていますよね70%いやこれ動物モデルの段階とはいえ腫瘍の大きさが70%も減ったっていうのは本当に驚くべき結果ですでも この研究の本当にすごいところって、効果だけじゃないんですよ。これだけの効果を出しながら、脳とか他の大事な臓器に検出できるような毒性が全く見られなかったんです。しかも、ですよ、これが人間が寄生虫の治療で普通に使う量よりも、さらに低い量で達成されたって言うんですから、これはもう本当に驚きですよね。さてここまでかなり期待の持てるデータを見てきましたけど、じゃあ僕たちは今この旅のどのあたりにいるんでしょうか。 そして次に必要なステップは一体何なんでしょうというわけで今日覚えておいてほしい一番大事なポイントはこれなんです今回見てきたのはあくまで前臨床つまり人間での試験の前の段階での非常に有望な証拠だということこれが本当に人間の我々のがん治療に役立つかどうかを確かめるためにはこの先ちゃんとしたルールにのっとった大規模な臨床試験が絶対に必要なんです こののイベルメクチンの話は、僕たちにすす。ごく大きな問いを投げかけてる気がしますドラッリパーパシングっていう視点で周りを見渡した時私たちの本当に身近な薬箱の中にはまだ気づかれていないだけで未来を救うかもしれない解決策が一体いくつ眠っているんでしょうね。今回の解説は以上です。<music>